はいこんにちはこんばんはお元気でしょうか、えー、声優さんの竹内浩介さんっていうお呼びしていいのか分かりませんがあえて、ー、相,相手というかちゃんとしろ調べるよって感じなんだけどそれでそう呼ばせていただけます、えーまあ、その方がね45歳でお亡くなりになったそうです で、亡くなる前にツイッターでねまあメモ書きみたいな感じでえっとおなかがすごく痛いんだと。うん、あの人生でおなかが一番痛いと。どうしよう。このままね。あの寄生,寄生痛をとかしたら怖いから。この そのことを、まあ、一応メモしとくっていうふうにツイッターで上げてたらしいんですよね。でまあどういう経路で自宅で、えー、倒れていたのを発見されたのか、まあ、仕事に行く途中で倒れてしまったのか分かりませんが、えー、お亡くなりになってしまったと8日の日に。で病気のため。 原因は何,何かっていうのをあの、発表されていないみたいなんですけど、えぇ、ー、えにしましたと。ただ、葬儀・告別式は、ご遺族の意向により、ご親族の、えー、ご親族のみで、えぇ、ー、執り行われましたよっていう話をしています。生前中の、えぇ、ー、まあ、 私たちにね婚姻していた方たち,方たちにまあうん謹ん、はい、でご報告申し上げるとともに心より哀悼の意を表します表しますっていいから、うん、でねこの方は竹内さんはえっ、ー、と13年2013年の10月に覚えてますか 桜坂,桜坂やっくんが、えー、事故で亡くなったっていうのを覚えてますかなんか都市伝説でその時の事故の写真みたいなのが車あってそこにやっくんらしき霊が見えるみたいな感じであったりとかしてたんですけどまあそれはどう本当かどうか分かんないんですけどねえっ、ー、と中央中央じゃない中国自動車場 自動車道で後続車に離ねられて亡くなった桜坂役君と、えー、暴れぬんちゃくというコンビ名で2005年まで、えー、活動していたと <laughs> 声優としてはテニスの王子様のあまねでいいんだからいいのかなあまね光る役などを担当したらしいです。 うん、大変だね <laughs> 本当にすぐに救急車で運ばれていたらあねこのツイートしている時に救急車で運ばれていたらどうなっていたのかっていうの分かんないしね助かっていたのかもしんないし呼ばれてね 救急車を呼んで運ばれたとしても助からなかった場合もありえますから、まあ、どっちがいいかっていうのはうんっていうのもありまして、ね、<laughs> でですねそのさっき言った桜坂やっくんの事故っていうのが結構有名というかあそういえばそういうのあったねっていう話があって、まあ、そこら辺っていうのは結構 事故が起こりやすい場所だっていう話が結構あるみたいであのー、その事故が起こる前ヤっクンのうん事故が起こる前にも本当に何件かこうあったらしいですね。で結構そこに通る時にちょっと黒い影がちょくちょく見えるんだよねって。 その君が亡くなる前からあるみたいでなんかそういう死神じゃないけどそういう人がやっぱいるのかなと取り込もうとしてる人がいるのかなっていうのがあってある方のある方のっていうかねある芸人さんかな芸人さんかなんかがタレントさんがまあこういう ことがあったんですよっていうやつで、やっくんみたいに、その、インディーズで、ビジュアル系バンドかなんかを、やっていたと。うん。で、やっくんみたいに、なんだろう、ワンボックスカーに、そのバ、えー、バンドのね、その、メンバーを、こう、乗せて、で、楽器も全部乗せて、で、 そのライブ会場みたいなところで借りて、えー、ライブをするっていうことを本当に,に日本全国だったりだかまあ関西地区を中心にやるとかっていうのをやってた人がいるんだってい,いたんだってでちょうどそのやっくんが事故る数時間前にその人もその場所に通ってたらしいんですよ。 うん、でやっぱそのインディーズのまあたとえ有名まあ有名なところだとやっぱねスタッフの人が運んでくれたりとか新幹線で、ね、その演者さんは <laughs> 行くとかっていうのはあるけどインディーズのねもうそろそろそのプロの方に行けるような人だそういうのはあるかもしれないけど本当に。 言葉はあるけど「ゲ」の「ゲ」っていうかさもう PayPay ペペのところっていうのは自分たちで運んで自分たちでセッティングして自分たちでこう、チケットを売らないとダメっていうことをねしなきゃいけなくってで結構車で長距離こうねその走んなきゃいけないっていうことで,でたまたまその話で言った方が車の運転をしてたらしいんですよね。 で、運転できるのがその人ともう一人ぐらいしかなくてバンドのメンバーが 5,、まあ、5人6人ぐらいいたんだけど他のメンバーはもう爆睡しちゃってたとお酒が飲んでたりとかねしててあと、まあ、スケジュール的にもキツキツでっていうことでもう爆睡してたんだけどちょっとその近辺に 差し掛かってくるとちょっとうつろうつろうっていうかさ居眠り本当はいけないんだけど居眠り運転に近いような状態になってたらしいんですよね。であやばいもう集中力ねやばいわという時に本当に右側から黒いのが黒い布みたいなのがバッてあのー、目の前に通ったんですって。 であ危ないっつって、急ブレーキを踏んで、止まったらしい。で、周りを、あの他のメンバーをね、こう、起こして、今なんか、人を引いたかもしれないから、ちょっと、ね、路肩に寄せて、車を寄せて、確認しようじゃないかっていうことで、路肩のさ、その、非常、非常体っていうのかな、ちょっと、ね、広くなってる場所があるじゃないですか。 でですね、そういうところに行って、えー、止めて、まあ、前後左右斜めとかを見に行ってたら、まあ、確かにそのぶつかったような跡があるとだけどそのぶつかったものがあの散らばってるはずなのに結構な速度でこうね走っていたりとかしててでそのものも急に切ったからそのものも 散らばっているはずなのにその散らばってなかったんですって。<laughs> あでよ、あるおかしいなぁっ,つって。お前の見,見間違いじゃないのっていう話をしてたんだけど、いや、見間違いにしては、ねいろんなところボコボコになってるしっていう話をして、で、まあ、一応、警察を呼ぼうと。うん 警察を呼んでこういう状態なんですっていう話をしてまあ、検,検査というかまあ職質じゃないけどそういうことをしてあその場合は何て言うんだろう、まあ、返されたというか原因がよく分かってないんでまあ、このまま行ってくださいみたいな感じで行ったらしいんだけどまあ。 そういういいところってたまに安いのかなと思うんでねでしばらくしてからまあ、その場所に行ってちょっと仮眠をしてテレビを見つけ,つけたらそのヤックンが亡くなったよとで亡くなった場所はそのまさに自分が危うく死にかける場所だったっていう。でもしかし その本当に事故を起こしてヤックの場合はね実際どうなのか分かんないけど何が原因かっていうのが分かんないんだけどヤックの車が急に止まったっていうのねでもしかしたらその黒いものが危ないと思って急停止しちゃってそのマネージャーさんが外に出て。 あの本当は非常台の方に、ね、こう寄せなきゃいけなかったのを寄せずにその場で確認し,しちゃったがために後ろの方から追、ね、突されたっていうそれで亡くなったっていう話なのかもしれませんけどそういう話なんか彼ヤックの後輩というかそういう人が話していました。 数年前の話なんで、えー、その人が話してた動画っていうのは、今どうなってるかわかんないんだけど、あのコラボを、七不思議さんかなんかのコラボでなんか話してたんですよね。うん。<laughs> なので、まあ、うーんっていう感じなんだけど、でもまあそういう、なんだろうな。 そういうものが溜まりやすい。引きり込み込ませたい。そういう死ね神じゃないけど、怨念っていうかそういうのは溜まりやすいところがあるのかなと思いますね。特に、その、車とかね、ガンガン走ってるところだから。うん。うんね。話はちょっと、竹内さんとは別の話になってしまいましたけど、 はい、そういう話でした、えー、竹内さんのお迷惑をお祈りしたいと思いますそれでは皆さん、さようなら